明るい灰色の塗装もまぶしい13機の零式艦上戦闘機は機首を西に向けると速度と高度を上げた。前方には国民党の首都重慶、その上空にはゼロ戦隊が海敵を望み続けた敵大編隊。ゼロ戦隊は敵と太陽の間の侵入に成功すると大長機を先頭に降下を開始。1940年昭和15年9月13日金曜日、零式艦上戦闘機初陣の時を迎えた。1940年7月15日、観光基地を拠点とする海軍第12航空隊に96式艦上戦闘機の後継12式艦上戦闘機13機が届けられた。12式艦船は完熟訓練と初期不良を解決すると7月24日正式採用、零式艦上戦闘機と名付けられ、そのまま12空に配備された。当時海軍航空隊は国民党が首都を置く重慶に爆撃を行っていたが、片道800キロの飛行距離に同行できる戦闘機はなく、大きな損害を出してきた爆撃隊は増装なしで2200キロの航続距離を誇る12式艦船が改めゼロ戦に大きな期待を寄せた。1940年8月19日、ゼロ戦初出撃。ゼロ戦隊は重慶爆撃作戦に同行したが、この日敵機は現れず、翌20日の作戦でも国民党空軍は姿を見せなかった。爆撃隊はこれまでの作戦が嘘のように作戦を遂行したが、ゼロ戦は実戦を経験することができず、実力は未知数のままであった。その後しばらく、湖北省から四川省は悪天候が続き、3度目の出撃は9月12日まで待たなければいけなかった。この日、ゼロ戦隊を率いる12空分隊長横山保隊は必戦を期していた。ゼロ戦隊は護衛の陸攻隊が攻撃を終え、重慶を離れた後も上空にとどまり敵を待ったが、国民党空軍は1時間が過ぎても姿を見せることはなかった。敵は首都への空爆も挑発するかのように居残ったゼロ戦隊にも何の反応も見せず、強い思いの横山隊員も海敵を断念せざるを得ず、隊員に帰投を命じた。ゼロ戦隊の帰投から遅れて偵察機が戻り、その後の重慶の様子がもたらされた。国民党空軍は日本機との接触を避けるかのように、ゼロ戦隊が見えなくなってから大編隊で現れ、まるで日本軍と戦闘を行い追い払ったかのように振る舞い、部位を示した。報告を聞いた12空もう一人の分隊長新藤三郎隊は、翌日自らが率いるゼロ戦隊の隊員に、明日は陸攻隊と共に空域を離れ、身を隠した後重慶に再進出することを伝えた。ゼロ戦隊は陸攻隊の護衛として重慶の上空を警戒、予定通り偵察機を残して攻撃を終えた陸攻隊と共に空域を離れた。まもなく偵察機からの電信が重慶に敵機の現れたことを知らせた。ゼロ戦隊は徹底して交戦を避けてきた
敵の出現と初陣の機会を喜びかつ緊張した。隊員の半分はゼロ戦とともに初の空戦を迎える搭乗員だった。自身も数年ぶりの空戦となる新道隊員は機首を西に向け速度と高度を上げた。太陽を背に降下を始めたゼロ戦隊の目前ではソ連製服用戦闘機 E15、 同じくソ連製引き込み四角の単用戦闘機 E16、 合わせて33機がパフォーマンスを行っていた。戦闘は完璧な奇襲で始まり、ゼロ戦隊が初撃で数機を撃墜すると残りは大いに乱れた。しかし精鋭で編成された国民党空軍第3第4大隊はすぐに体制を立て直し、一軍の塊となって編隊飛行を始めた。何機かのゼロ戦は敵編隊に仕掛けていったが、攻撃を受けた周囲の敵機が猛烈に反撃、近接攻撃ドッグファイトに持ち込めない上に敵編隊は内陸に誘い込もうとしていた。堀越二郎設計の空力的に洗練された最新鋭機は航続距離、速度、格闘運動性能、火力のすべてで旧式の敵機を凌駕していたが、この日の敵はパイロットの技術で勝っていた。遠巻きに銃撃を加えるだけのゼロ戦隊は決め手がなく、じりじりと敵陣に引きずり込まれ、戦闘時間も30分が経過しようとしていた。悪い流れの現状を打破しようとした三上二空曹は敵中に突入、敵陣をかき乱して突破口を開いた。膠着していた戦況は一気に動く。ゼロ戦は隊列を離れた機体に襲いかかり、乱れた隊列を別のゼロ戦が攻撃。敵の一軍は内側と外側から崩れ乱戦となった。ゼロ戦は格闘戦で本領を発揮し敵機を撃破。何機かは油や煙の尾を引き、何機かは空中分解、パラシュートの花もいくつか咲いた。服用機を追っていた三上二空曹は敵の後方至近距離で一撃を放った。敵機は煙を吐きながら高度を下げ、三上二空曹は落ちゆく敵機を目で追った。瀕死の服用機はほんの一瞬機首を起こすと三上機を銃撃。油断していたゼロ戦は両翼に被弾した。三上二空曹は一気に高度を下げ銃撃を加え、服用機は突っ込むような角度で水田への不時着を成功させた。三上二空曹は服用機から這い出すパイロットを確認すると、見事な操縦技術と銃弾の例にパイロットのそばの土手に 7.7 ミリの敬意を送った。最初の奇襲から一旦は立て直した敵も今はなすすべと戦意を失い、前機が逃走を図ったが、追撃するゼロ戦隊から逃げ切れた敵はわずかであった。ゼロ戦隊は敵33機中撃墜27機、損害は3機の被弾だけであった。着陸時に主客故障の1機が転覆したが、機銃を故障した白根綾尾中尉を除く全12機が撃墜を記録した。経験の乏しい搭乗員が操る零式艦上戦闘機はその性能を証明するド派手な勝利で初陣を飾った。出撃搭乗員は
全員が無傷で帰還し、機体能力の高さに満足したが、改善点としてタンク防弾化の要望を出した。報告を聞いた技術隊は、ゼロ戦の特性が失われると説明し、司令大西滝次郎少将が技術隊員の意見を指示。出撃搭乗員は沈黙し、ゼロ戦は短所を補うのではなく、長所を生かす方針となった。その後、配備が進んだゼロ戦は、大陸戦線で無敵の活躍を見せ、対米英海戦までの戦闘による損失は、対空砲火で撃墜されたわずかに3機。空中戦で落ちた機体はゼロであった。The capital of the United States, December 8, 1941. Today, the Congress of the United States. 対米英海戦後、ゼロ戦は加速力と上昇力で米軍機を上回り、格闘戦を得意とする機体を日本海軍が育て上げた熟練搭乗員が操ることで、戦争中期までは優勢を誇り、アメリカ軍はゼロ戦とのドッグファイトを禁止するほどであった。が、熟練搭乗員の減少とともに、ゼロ戦は輝きを失い、大戦末期には多くが特攻機に投入され、光と影をまとう機体となった。旧海軍航空隊、下士官兵出身者で組織された戦友会である特空会は、中華民国の空軍少将から政治家となった徐家骝氏を招待した。徐氏は日本機に撃墜された経験を持ち、懇親会の会場でそのパイロットの素性を知りたいと希望を伝えた。特友会の会員は搭乗員に顔の広い酒井三郎氏を紹介。女子は酒井宅に赴き詳細を語った。酒井氏は女子のエピソードを聞くと、元搭乗員に電話をかけた。あなたが撃墜したパイロットが今私の家にいる。その日、二空曹であった三上氏のゼロ戦に銃弾を撃ち込み、三上氏が 7.7 ミリの敬意を送ったパイロットが徐家骝氏であった。三上氏と徐氏は電話で話し、文通を始め、2年後の1998年8月15日対面。2人は固い握手で肩を抱き、2010年女子が亡くなるまで親交を深めた。